ら辺だと思うんですよね。そこら辺だと思うんですよ、ね。はい、この建物かその裏ぐらいだと思う。はい、はい、よろしいですか。はい、ここ池袋。はい、お客さんに言われた住所のところに着きました。はい、いくら、はい、あ、やべえ、めっちゃ高い。はい、あ、はい、少々お待ちください。はい、ちょっと待ってね、今ちょっと確認します。ちょうど1万5000円になります。あと90円。90円で、はい。忘れ物ないようにお願いします。本当に忘れていくんでめちゃくちゃ確認します。あ、はい、言われた住所がこの建物かその裏。はい、あ、お客さん、あ、ほら、はい、はい、はい、ありがとうございました。どうもすいません、ありがとうございます。夢見てた。夢に今ホテル出てきたわ。やばい、病気だ俺今。え、あいつってこんなさ、え、位置情報を利用できませんってなってるけど、どういうこと？え、どういうこと？位置情報を利用できませんって。びっくりした。え、ちょっと待って、びっくりした。え、ちょ、いきなり出てこんでよ、びっくりした。俺ほんと誰かわからんかったし、知らんし。え、その存在消すのやめてくれ。どこ？タバコ吸おうぜ。なんかジュースおごって。あ、ジュースですか。嘘。自分で買うからいい。あれ、俺の財布しな。盗まれたかもしれない。あれ、微糖ないのこれ。ないね。あれ、タバコ？じゃあ、これしかないか。ミルクティーでいいや。お前何飲む？あ、いいですか。うん、いただきます。
早く。こんなとこまで探してたの車。ここが一番安かったの。来てやったよ。寝た？出ないだろ。一睡もできない。意味がわからんわ。うん、意味がわからんわ。あれ狙いの？そうなんですよ。いただきます。したんだけど、かっこいいですね。さ、男としてのかっこいい、それともなんか異性として見てのかっこいい、どっち？いや、はい。ちょっと、あ、さ、うん、はいじゃなくて、あの、じゃあ、男としてのかっこいいか、異性としてかっこいいか、どっちか聞いて。お前はその、一回真奥で、普通の男ならね、いや、何言ってんの、お前気持ち悪いなって、普通に男としてかっこいいに決まってるだろうって言うの。いや、中間ですね、間です。ちょっともうダメだ。もう俺もよく分からなくなってきた、疲れてきたもん俺も。わかんの？あ、あります。紙タバコ。はい。え、ずっとここにいたの？あ、ここです。充電あるの？携帯の。あ、充電してました。はい、ツイートの意味は何だったの？いやー、もう、うん、耐えきれなかったです。いや、耐えきれなかったですはちょっとわからない。何に耐えきれなかったの？いやー、
そうですね。寂しかったです。寂しかった？はい。じゃあどういうこと？あ、なん、なん、ちょっと待って。違う。俺が思ってるのは、言いたいのなんですよ、なんか耐えられませんみたいな。あ、モンジョリから拷問受けてるのか、配信が。それはないですかね。はい、それはない。ないです。じゃあ苦痛なのそれ。はい。え、いや、苦痛じゃないです。どっち。あの、大丈夫です。別に今のその本尊にの家にいること自体は別に苦痛じゃない。そう、正直に言ってみ。いや、だからその言わないとどんどんストレス抱えていくから言わないと。そうですよ。でもいきなりね、当日になって、はい、なんとなくね、タコシに釣られてネタで行って、でじゃあその日もう急にじゃあこの家に住むことになります。生活がガラッと変わる。じゃあ変わります。それは疲れるのは当たり前ね。あ、絶対俺だったら無理だもん。俺だったら絶対だ。でいきなりね、家に行って初めましてって、じゃあ今日からもうこう、じゃあもうそのまま行ってって言ったら、やっぱそういうそれはだって何も分かんないことあるでしょ。あります、ね、そのモンジュのこと知り尽くしてるわけでもないじゃん。あ、はい。その仕事のことについて病んでるのか、病んでてその眠れなくなってるっていうのか、その何が不安なの今現状、正直に。いや、自分自身のことなの。そうですね、辛いですね。何が？心です。心？はい。その心の辛さの原因は？いやー、これ自分でも分かんないんですよね。分かるわ、それ鬱だわ。鬱ですか？鬱だ。はい。だからあまりにもお前が一人で言い過ぎたんだよ。別に今のモンジョリのこの仕事が辛いとかじゃないと思うんだよね、別に。あ、だって早寝早起きはさ、じゃあ早寝早起きはさ、モンジョリの生活リズムに合わせるのってめちゃくちゃ大変じゃん。大変です。それはね、いきなりだから、はい、それはもう仕方ないとして、はい、それに対してのストレスは絶対抱えるもんね。俺でも多分そうなる。いや、俺は脱走する。脱走です。ぶっちゃけ、うん、眠いだもん。最初にいきなり生活リズム合わせろと。でも自分がその今までたるんだ生活を送ってきた自分も悪いってなるよね。はい、なります。でもここで強くなれば、モンジュって朝早いじゃん、起きるの。でこのルーティンになれば、じゃ社会復帰した時にめちゃくちゃ役に立つぞって俺は思うよね、はい、だって仕事始まるの朝だから。でモンジュの生活にこうやって慣れてきたらさ、1年後とかさ、はい、1年も働けるか知らんけど、しばらくね、1ヶ月とかでもいいから、そんなんなれれば、うん、もう朝ピンと起きられるで、自然に。しかもそんな考えなくてもね、考えなくても起きちゃうよね、はい、で今はすぐに 体調とか不眠症とかすぐ良くなるもんじゃないから、はい、すぐに体って元通りにならないからね。であと運動しろって言ったじゃん。あ、やりましたね。やりました。やってないです。やってないよな。出てないんですよね。あの、ずっと配信ばっか見てるでしょ。はい。だからそれがいけないんだよ。わかりました。コメント
と見えない。俺もう眼鏡忘れちゃったから。でもそれその闇っていうのは、でもああいうツイートって、あの見てる側からすると別にモンジュール悪くないのに、なんかモンジュールから何かされたんじゃないかって感じになるじゃん。やばいですねこれ。まあまあいいんだけど、しちゃったもんは。はい。そういう時は、あのなんか普通にね、あの病んでる、どうしたらいいとかツイートした方がいいよ。あのも奈々さんのリスナーさん、はい、なんちゃらかんちゃらとかじゃなくて、語弊を招くからさ。でも自分で解決するしかないで。違うんですか。当たり前や。自分の気持ちの問題、自分でケアするしかない。だって誰かから言われてケアになるもんじゃないからな。気休めにしかなんないわ。誰かに相談のって、それはちょっとすっきりするけど、はい、待って、喋らんじゃん。そうです、ね、何が病んでるかもわからないんでしょ。ただ心が痛いです。あ、そういうことです、うん、その一人が寂しいのか、なんか今の何もできない自分に不満があって、これから先のことが不安なのか、それかお金に対しての不安なのか、どうですかね。当てはまるのが、うん、はい。それか職に対して将来の不安とかいっぱいあるじゃん。はい、何？まあちょっと今のあれですね、生活の時間のルーティーンです。生活のルーティーン、はい、もうバラバラだもんね。はい、それはあるな。そこはもう根性だな。あ、根性ですね、うん、分かりました。だって配信が、あのモンジョイと配信終わったら別に喋らんくない？そんなに。あ、喋る？喋ってないです。でしょ。はい、なんかありがとねって言ったら終わりじゃない？大体終わりです。なんかその時にもう一人の時間作れよ、はい、自分で作らずになんか引きこもってばっかりいるから同じことになるんだろう、はい、汗かきな、汗。あと、あ、分かりました。分かってないと思うけど。あ、そうですか。はい、うん、でもこうやってね、どん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 こうやってね、あのなんかメンヘラみたいにさ、わかるけど、うつうつしくどん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 なってたら、せっかく応援してくれてる人も、うん、だん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 嫌気さしてくるから、はい、自分言うとこは言う、はい、無理やりでも治さんと。わかりました。で飯食わんと寝れないからな、はい、血糖値爆上げ。俺もそう、寝れない時めちゃくちゃご飯食ってると、夜中に。で夜中にさ、お腹空く時ない？いや、正直お腹空いてるんですけど、うん、入ってかないんですよね。なんで？いや、わかんないんです。お腹は空いてる？あ、空いてます。俺逆にストレスとか不安とかになるとめちゃくちゃ食うんだよ。逆なのかな、これあるんすか、こういうの。え、そういう昔から、どっち、こっちに引っ越してきてから、引っ越してか、この生活になってから。まあ引っ越す前もカップラーメン一つあったんで。あ、あんまり食べないですか。で食うようにしろ、無理やり。あ、はい、徐々に。わかりました。お腹すいたら食うようにしろ。はい、食っていうのはエネルギーの源だから。はい、でモンジョイになんかその米とかじゃなくてもウィーダーとかバイってなんか食えるもの、食えるっていう か、 なんか入れるじゃん、はい、あれエネルギー源だから。 ああいうのも自分で買うとかさ、かりました。スープとかでもいいからね。
飯食い行くか。とりあえず飯食い行くぞ。はい、まだ時間はあるから。奈々ちゃんが悪いみたいに嫌だから、そうなるじゃん。結局そうなるから、自分で やらせることやらせんと、どんどん逆効果になってって、もっとやみ始めるから、なんとかせんと、てかせんとってか、こいつ自身が変えんと。言ってること分かる？みんな。いつまでも自分に甘えていい年じゃないでな、俺も直樹も。あれマジ寒っ。これどこ？これ真っ直ぐ行きますよ。 あ、そうなの。偉そうに。だって本当だもん。だって俺だって根性出して打つっていう か、 なんか引きこもりから復活したもん。本当だぞ。親父に聞いてみればわかるよ。俺仕事してなかったっけ。期間1年ぐらいあるけど、その時ずっと一日中部屋に引きこもってアニメばっか見てた。やる気何にも起きなさすぎて。で、義理のお母さんとか、ね、親父から1000円とかもらってたんだよ、タバコなくなると。そうだよ、決めない自分だし、動かんと。ね、ラーメン食いたくね。やっぱラーメンしか語らない。お前、ドカ盛り食ったっけ？なんだっけ？デカ盛りだっけ？なんだっけ？買わんかったの？はぁ？やばくね？寝てねえだろ、お前昨日俺の配信見てたんだろ。上上がっちゃいました。ね、あそこやってるかな。でも今度はお前が復帰したら、今度お前が言う側にならんと。復帰したから俺もそういう経験あるけど、ね、誰かにその同じ境遇の人に言う側にならんと。本当に上がってるのか。はい、よし。中華がいいな。中華がやってるかな、あそこ。これどこだ。見ちゃうか。変わりたいか変わりたくないって言ったら、ぶっちゃけどっち。正直、いや、なんて理解はしてるけど納得はできない。びっくりしたね。ですか。俺行きたくないけどね。だってよ、金払うの嫌だもん、おっぱい揉むに。俺
ロゴールで買えねえけど、俺もでもやだな、だってブスのおっぱい触るのやだもん。だってだったらうちのリスナーのおっぱい触った方がいいわ、みんな可愛いもん。そこら辺のブスのおっぱい触りたくないもん、切ったね。無理無理か。え、どこそれ、直樹ちょっと、モグゴリ、あ、モグゴリあっちですね。どっち、あ、あっち、はい。あ、急げ。横変の歩き気持ち10キロ歩き気持ち。俺に気づいたことある。そりゃ何ちげえよ、他にもあるだろ。なんだちげえよ、他にもあるんだよ。あ、ついてないです。そうです、正解です。おお、よく気づいたじゃん。忘れちゃった。ちょっとあのイベラスでもう体力つけすぎて、でも行かないとってなってすぐ家出たから、あの忘れちゃった。中華そばあるな、あそこに。ちょっと待って、これ新店か。ちょっと待って、こっちやってないっけ、あの中国人がやってるやつ。あ、中華そばいいね。豚骨か中華そばだな。ぶっちゃけどっち、豚骨か中華そばだったら、俺今超中華そば気分。で、豚骨なんですか、中華そばどっちがいい。しかいない。は、あ、博多ラーメンあった。あそこも配信できるんですね。大丈夫ですか？追われたのに。マジマジハングリーだ、マジハングリーだ、マジハングリー。じゃあ俺さ、昔さ、ここで追われた経験あるから、追われたいよ。なあ、小町と追われたやんな。ちょっかい出しまくって。カッコついてねえよ。ついてるのか、カッコついてなくない、これついてねえじゃん。確かに。ごめん、直樹、あのさ、もし絡まれたら直樹のちょっと脱いでくれ、入れずに見せて。でクルーっていうの見せて、 やって頼む。で狂ってくれ。ファミリーマートで、こっん、どっちだ。ああ、分かった、ここね。ああ、了解了解、分かった、思い出した。やってるかな中華、やってないわ、閉まっちゃってるか。あ、やってないわ。戻ろう戻ろう戻ろう。さっきの中華だ。中華か博多どっちがいい。怖えよ、だってウエストゲートパークだぞお前。だから怖いんだIWGP だよ。極地超えてるから
そう。怖い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 。怖いんだけど、このラーメン屋なんだけどね、ないんだよね。これ中華そば混んでるかな。うわ、でもなんか混んでるね。博多行くか。